KLX とは、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造販売するオフロードタイプのオートバイである。現在行動用モデル、競技専用モデルの数車種が販売されている。元々は、モトクロッサー KX125 の車体に、 デュアルパーパスキロリットルの4サイクルエンジンを搭載したモデルとして、KLX250A-1 が1979年に北米で発表され、翌80年の A- により北米に加えて、ヨーロッパ、オーストラリアなどへの販売も開始、前後ライトも装備された順、エンデューロモデルとなる。北米での販売は、この a にモデルまでだが、ヨーロッパ、 オーストラリアでは B-1、B-2 モデルとして、R バックやスピードメーター、さらに国によってはウィンカーなども装着する行動モデルも存在した。83年には当時のキロリットル250にも採用されたバランサー付きのエンジンに換装した C-1 モデルも存在している。その後、1990年頃からエンデューロレース。 においてにサイクルエンジンの KDX シリーズが接見するようになったが、長距離においては4サイクルエンジンを搭載するホンダ XR が有利な状況にあったため、XR のライバルとして、KDX の車体に KLR の4ストロークエンジンを搭載する車両を製造するプランが持ち上がり、1992年発表の KLX650R から再び、 KLX シリーズとして開発されることになった。1993年1月にコンペティションモデルの KLX250R が先行して発売され、2月に行動用車両の KLX250SR が発売された。車体は KDX シリーズのものをほぼ流用しており、搭載するエンジンは KLR250 をベースにしているものの大半を刷新して 中高回転域重視のセッティングを行い、車体は4サイクルエンジン搭載ながら、KDX250SR と同じ、乾燥重量までに抑えた。KDX 譲りの前輪倒立、後輪ユニトラックサスという車体のパフォーマンスと、2サイクルに立ち向かえる水冷エンジンが高い評価を受け、発売時に用いられた、戦う4ストのキャッチフレーズは、このオートバイを表す。 代名詞にまでなった。1994年にはバリエーションモデルとして KLX250ES が発売された。この車両は前輪側を成立サスペンションとしてエンジンにセルスターターを装備しヘッドライトを大型の 60W に換装したツーリングモデルとなっている。KLX250SR は一時期 KDX250SR と 平売されており、後に KDX250SR が発売を終了することになったが、これは自動車排出ガス規制による事実上の2サイクルエンジン規制よりも数年前に4サイクルが2サイクルを逆転するというエポックメイキング的な出来事となった。1998年にフルモデルチェンジを受け1、車種のみに統合され、 KLX250 として発売されるようになり、ヘッドライトは、性能向上のためデザインが変更されている。その後のマイナーチェンジでは2001年モデルで、平成11年自動車排出ガス規制に対応させ、2004年モデルからは、川崎モータースエンタープライズタイランドに生産が、移管されている。2008年には、大幅なモデルチェンジが行われ、 エンジンにフューエルインジェクションを装備し、平成19年度ハイガス規制に対応させ、中回転域のセッティングも変更した。同時にモデルチェンジされた D トラッカー X とともに、車体デザインも大幅に見直され、フロント部にデジタルメーターが搭載され、ヘッドライトも V 字形状の二等式に変更されている。2016年に発表されたファイナルエディションをもって、 日本向け仕様の生産は終了となる。KLX125 は2009年12月に発売された。日本メーカーによる 125cc エンジン搭載の国内向けデュアルパーパス車両としては1997年のスズキ DF125 以来12年ぶりの発売となった。この車両はタイで生産されているがベースとなった車両はアメリカ市場で発売されている。 ミニモトクロッサーの KLX140 リットルで、車体をほぼ流用したことから、タイヤサイズは前輪19、後輪16インチとなっているがブレーキは前後とも250同様のペタルディスクブレーキを装備している。ヘッドライトは250と似たデザインの一等式だが、メーターは250を含む国内シリーズ共通のタコメーター付きデジタル仕様となっている。エンジンは、 KLX140 リットルのものをボアダウンしているが、キャブレーターをファイに換装し環境規制に対応している。特に日本仕様はファイによる出力調整を行い、静粛性を高めたクラッチプレートを使用し、4足のギア比を変更することで自動車騒音規制の中でもも厳しかった平成13年騒音規制の原付き西加速騒音規制を クリアし10点に PS の出力を確保した。なお、欧州仕様は、騒音規制が緩いことから、若干出力が高くなっている。2010年モデルには、ショックアブソーバーの改善対策、リアブレーキのサービスキャンペーンが出されている。タリコールでは2014年にプラグキャップ、2016年にサイドスタンド用節部の補強の改善対策が出されている。 ありがとうございます。